白山さんとイベントポスターでもお馴染みでございます、ホースボルミさんでございます。本当すべての皆様に心から感謝を、を本当に何度でも申し上げたいと思います。そしてここからがまたスタートです。えー、この六年の任期をいただきました。選挙中も訴えてまいりました少子化の対策。 お母さんたち、本当に苦しんで、子育てをしている、お父さんもそうです、子育て世代を何とかしなくてはいけない、この国の根幹である人口減少問題、これをいち早く大胆に取り組まなければいけない、この6年もやらせていただきましたが、ここから6年でしっかりとやり遂げる、やり残したこと、また新たにやらなくてはいけないこと、この選挙戦でも見えてきました、もうこれは絶対にやり遂げる、そんな強い思いで今、おります。 これにはですね、そして私一人の力ではなかなかできないこともあると思いますこうして再スタートいただいたからにはここからもう一度広く連携を取っていきたいと思っています今この有事ともいえる今ですからもう党派の垣根を越えて国力結集して一緒になってやっていくという覚悟でまたその中心になって私もやってまいりたいと思っております